こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか。私は元気ですよ。今日のテーマは三月です。はい、三月。うん。皆さんは三月、何をしていますか。はい。今日は。日本人が三月にしていること。を紹介します。はい。 えー、何かとっても特別なことじゃないんですが小学生中学生高校生大学生あとは働いてる人でそれぞれで3月にやることがみんな違うはいそうななんんですすみんな違います、はいまはそれに私ちょっと気が付いたので、えー、お話ししたいと思います。はい 日本人の私にとっては特別なことじゃない普通のことですがもしかしたら皆さんにとってはあ全然違うということがあるかもしれないですね。はいえー、ですので、えー、紹介したいなと今日思います。はいぜひ聞いてみてみくださいは えー、そしてこの写真のようにえー、これは桜ですねえー。とっても綺麗ですね。えー、ですが、まだ日本は桜が咲いていないですよ。まだ早いですねえー。これも桜ですね。桜はもうちょっとしてからはい。あと2週間くらいはかかると思います。はいですが、この桜を見る。はい。そのために日本人は楽しみに待っています。はいですが、3月はそんなにですね。 うわ桜楽しみだないいないいな嬉しいなというハッピーな時ではないかもしれませんはい人によってははい今日ちょっとそのことを紹介しますえなんでねどうしてそんなに暑くないしそんなに、まあ、寒くないしねいい季節ですよね本当だったら。 うん、ですがうーん3月ってね日本人にはちょっといろいろあるかなと思いますよ。はいえー、とまず大きな理由は日本は3月に例えば卒業式とか、えー、何かが終わるということが多いです、はい。会社を辞めるという人も3月で辞めるという人が多いんですね。そして4月から 新しいスタート新しい始まりをするという人が多いですはい、日本は皆さん知っていると思いますが4月から学校に入るシステムですねそう、えー、ほとんどの国が9月とか10月から学校が始まると思いますが日本はもう昔からのスタイル伝統的なスタイルで学校も会社も 新しく入るときは4月から始まるというのが普通です。はい。特に会え学校はい学校です。会社はまあそうですね。あの後から入る2つ目の会社ですとかだったら絶対4月から入るわけではありません。でも学校の場合は4月から始まるのが普通ですよね。そう。 ここもね一つ問題があるんですけどねあの海外に留学する場合日本人が外国に留学する場合も外国は9月から学校始まるとか10月から始まる場合だとあの時期がシーズンが変わってしまうずれるというんですがそういうことも問題だから本当はあのコロナ コロナの時に日本の学校も4月から始めるんじゃなくて9月かから始めまませんかという意見が実はありました、はい、私は実はとても賛成でしたその考え方ですが日本は変わりませんでしたこのまま変わらない4月からにしましょうというふうに決まりましたね。はい いやですからこの今後これからも変わることはあまりないかもしれないですね皆さんも日本に留学に来た時とか、えー、ちょっといろいろそういう時期がずれる自分の学校はもう何ヶ月も前に終わったのに日本は4月からだから何ヶ月かは何もしてませんでした国でちょっと働いてから来ましたとか3ヶ月暇でしたとかそういう人いるかもしれないですね。 うん、まあそれはそれで、じゃあえ今日話すのは、えー、日本人のまあ、普通の日本人の話をしますね。えー、それもあ、そうそうごめんなさい。それ、えー、それもそう、小学生から大学生まで、そして会社で働いてる人にとっての3月についてです。何してるという。はい。で、えっ、ー、と三月はえっ、ー、と。 日本では3月15日は大切な日です。3月15日です。はい。えー、皆さんの国でもあるバレンタインはバレンタインありますね。バレンタインデーは2月14日ですよね。うんうん。でも日本は日本もそれあります。2月、えー、と2月14日あるけどその1ヶ月後の えー、3月15日3月15ですね日本3月15日はバレンタインのものをもらったら返事をする返す日ですはい返さなきゃいけないんですね日本ね <laughs> えっ、ー、って、ね、なんでって、ね、えっ、ー、とバレンタインでチョコレートをあのー、まあもらったらそれも日本は 女の人が男の人にあげます。はい、それをしたら返すのが。返さなきゃいけないんですね。ありがとうございました。<laughs> それがえっ、ー、と1ヶ月後です。はい、えー、それは日本しかないと思います。はい、それがあのホワイトデーと言います。はい、ホワイトデーホワイトデーはえっ、ー、と。あ、失礼しました。3月14日でした。 15日じゃないですね。ホワイトデー3月14日です。はい、やっぱり1ヶ月後同じですね。バレンタインデーは2月14、14でホワイトデー。返す日は3月14日はい、ですね。えっ、ー、とこれあのよく知らない人。日本のバレンタインはえっ、ー、と女の人が男の人にプレゼントをします。はい好きです。とか。 恋人になってくださいいとか言います、はい、でその文化については前のポッドキャストでお話ししたので是非見てみてください。えー、写真はこれですね。この写真ですね。はい、そして3月はその1ヶ月後バレンタインから1ヶ月経った後の3月14日に男の人が女の人に返す返事をする、はい、その日です。はい、これは、えー、と学生も やるし、会社で働いている人もしますね。はい。やっぱりもらったらバレンタインでもらったら返すというのがマナーと考えていいと思います。はい。まあ、これはまあいいでしょう。まあ、ひどい一つのイベント日本のねイベントです。えー、そして、えー、じゃあ行きましょう。えっ、ー、と小学生と 小学生は何してる？3月という話じゃあまずいきますね。小学生は？えっ、ー、と日本の小学生は何歳からですか？知ってますか？うん、そう。日本の小学生はえっと6歳になったら入ります。はい、えー、6歳から12歳までです。はい、小学校は6年間あります。 小学校1年生、2年生、3年生、4年生、5年生、6年生。はい、そうです。で、6年生の次が中学校です。中学校1年生。中学校1年生は13歳からです。13歳、14歳、15歳。で、卒業です。はい。15歳で、うーん、3年生ですね。中学校3年生です。はーい。えっ、ー、と、今日話すのは多分中学生までかなと思います。はい。えっ、ー、と、 そんなに話すことないかなと思ったんですけど結構ですねいやみんなやってることが学生の時で違うことが分かったのでちょっと紹介したいのでそれぞれ分けてお話ししますね。まず小学生はい小学生はえー、まあ小学校1年生2年生3年生ぐらいだったら今は、えー、そんなに勉強しないので。 学すする学学生はいますが、えー、学校が終わったらだいたい遊んでる友達と遊んでる子供が多いはずです。はい、ですが3月って、えー、と小学校もだし全部の学校が、えー、と高校まで全部春休みなんですね。春。はい、春休みというのがあります。はい、でそれはだいいた 3小学校の場合は3月の下旬最後の方から4月の最初の方までの大体だから学校がないはいそうですだから学校ないとあのやっぱり自由ですから家にいてテレビ見てたり。 何か youtube 見たり自由ですね。そうそうで、小学校やっぱり小さい時はやっぱりそうですね。あんまりそんな勉強しないですよ。それはみんなの国も同じだと思います。はい、何をしててももう小学生の時って楽しいですよね。もうね。そうだから、あんまり勉強しないから、あんまりストレスもないですね。うんだけど、だんだんストレスが増えてくるのは？ 小学校4年生とか5年生ぐらいからですかね、えー、学校がなくてもお塾に行く塾はいお父さんお母さんにお金を払ってもらって勉強するための場所に行きますはいそこには先生がいますはい、えー、それが塾ですはい塾に行って えー、春休みなんですが、勉強するうん。そういう子供がいます。多いです。はい、そううんだけど、それはあの学校の勉強の復習レビューですね。とか、そういうために行く子供が多いですね。うん。 でですので、まあ、大体そういう感じで、まあ、12歳まで6年生ですね一番上の6年生までは大体そういう春休み、はい、だから春、えー、と3月の中旬ぐらい大体ですけどうんと22日くらいまで3月22日ぐらいまでは学校がある、はい、小学校あります授業ある友達とも学校で会える でそこでまあ勉強したりみんなと学校終わった後遊んだりしてで、えー、と小学校4年生5年生6年生ぐらいだと学校終わった後に塾に行くうんでも毎日じゃないと思いますけどそれは人によって違うはいでそうですねそして、えー、と6年生になったら小学校卒業します、はい、小学校終わり12歳の時です それは大体,3月22日くらい大体ですね毎年大体変わるし小学校によっても違うので、えー、卒業して、えー、学校終わったでその時の3月は次は子中学生中学生になる春休みですね。そうですからだいたいの中学校は制服。 がありますそうユニフォームがあるからそれの準備をしたり買いに行ったりですねお母さんとお父さんと一緒に買いに行ったりします、えー、そうですねあとはやっぱりもう中学校になる中学生になるということで塾に行って勉強の復習小学校の時の勉強の復習をする学生は多いと思います。はい そしてじゃあ学校入ったあでちなみにこの春休みですね春休み子供が家にいますねそう2週間ぐらいそれは子供は楽しいんですが学校行きたくないねあよかった休みで嬉しいんですがお父さんお母さんはちょっと大変はいどうしてはいそう食べ物です ご飯うん、特に昼ご飯昼ご飯の準備をしてあげなければいけないですねいつもはこの子供たちは小学校でご飯を食べてる大体給食です。給食というのは学校で何、えー、ですかお弁当じゃなくて持っていくお弁当じゃなくて学校で、あのー、出してくれる食べ物があります。 もちろんそれは毎月お金を払ってるんですよお父さんお母さんたちが、うん。でもそれがあるからお父さんお母さんはお弁当作らなくていいしお父さんお母さん仕事に行くことができますね。うん、だけど春休みは子供が家にいるだから親はその時は例えば仕事を早く帰ってくるとか休むとかあとは。 もう朝にお弁当を作っておくとかいろいろする必要がありますねだから親は大変ですねうんそうじゃあ次行きましょうじゃあ中学生行きましょうか中学生はですねもうこの写真のように、まあ、大体制服ユニフォームを着ますはいこれはあのー、自分の家の近くの中学校に入った場合でも ユニフォーム制服があります、はい、あ、そうえっと今日もポッドキャストですから写真はあんまりないですので皆さんラジオと思って聞いてくださいうんそうでえっとそうですねあの中学生になるともう小学校とは全然違うんです日本はもうとても大きく環境が変わりますはい うん、厳しい世界になります中学生ははいもう子どもの世界じゃないですはいえー、と例えば前話した通りえっ、ー、りもう敬語を使って先輩と話さなければいけないというのも始まるし、うん、あとはテスト毎月いや2ヶ月か3ヶ月に1回ある学校の大きなテスト そのテストがよくできましたか、あまりできなかったその点数ポイントはとても大事です。はい。だからうーんもう勉強はい、勉強をしっかりやらないといけませんというプレッシャーがあります。はい。学校の先生もそれを言うし、やっぱり周りの大人たちももう。 小学校とは違うのよね。勉強頑張ってね。という風うになりますね。うんでえーと1年生。中学校1年生は13歳です。13歳そうですね。えっ、ー、と小学校卒業した後、すぐだったらもうまだ中学生になってないからあ楽しみだな。中学生ふー <laughs> 制服がある。楽しみだな。嬉しいな。な 新しい友達ができるな嬉しい気持ちですがもう中学生になった1年年生生ですもう1年中学生やりましたその時の3月はあのやっぱりもう何ですか全然違うそれまでとで。よくやってるのが13歳の 1, 1年生の中学生がよくやるのは部活です部活。はい サッカーが好きだったらサッカー部サッカーのサークルに入ります野球が好きだったら野球部、はいえー、バレーが好きだったらバレー部、はい、卓球だったら卓球部そう運動じゃなくてもいいですね、えー、音楽が好きだったら、えー、と吹奏楽部という音楽を演奏するクラブに入る私はそれでしたそう 私絵を描くのが好きだったら美術部とかに入るいろいろです、はい、うんあとはまあ演技アクトドラマを作るのが好きだったら演劇部というのがあります、はい、そういうのに入るでその3月は、えー、と春休みありますやっぱり春休みやっぱり3月の えとまあ下旬ぐらい下旬ぐらいから最後の方ですね最後の方から4月の最初の方まであるんですがその時は特に運動の部活野球サッカーバスケットボールとかそういうテニスとかそういう部活は特に毎日部活があるはい。休みだけど,学校はないけど 春休みだけど毎日部活があるというのが多いですねはい学校によるんですけどねそうそれはいろいろだけどでもやりますね結構だからえっ、ー、と、その中学校1年生と2年生は特にその部活には行きますはいで、えー、それ行って昼はそれに行ってで例えばあのもう 5時夕方の5時になったら、えー、その後帰ってきてもう6時ぐらいから塾に行くとか毎日塾に行くはい中学生は春休み毎日塾に行くというのは多いですねはい、えー、春休み2週間ぐらいなんですね中学もうんよく勉強しますはーいでえー 3年生中学3年生の春休みはいまだ3年生なったばかりそうまだ3年生なったばかりだ次の4月から3年生だという人ですねその人たちもえっ、ー、と部活行きまあ、はいえーま、もちろん勉強も大事なんですが特に3年生の春休みはこれから3年生の春休みですようん。 だから今まで2年生だった人ですね今まで2年生で次の4月から3年生になる人は、えー、よく部活行きますそれはあの夏その3年生になった時の夏8月とかに、えー、よく何かの大会があるんですねそう試合ですコンペティション大きな大会があります これはえっ、ー、と楽えっ、ー、とそうですね楽器をやっていた私の吹奏楽部とかもそうだし、えっ、ー、と運動の部活もそうです。夏に大きな大会があってその大会が終わって部活をもうみんなもう引退します。引退っていうのはやめるってこと。もうここまでしか部活はしませんということです。はいみんなそうですそれ。 その後はもう勉強だけはいといとうう風になりますそうだからその夏の大会までもう時間がないそう3月今3月3月4月5月6月7月あと5ヶ月ぐらいしか時間ないはあよし頑張ろうと次の夏の大会で勝つ勝てるように頑張ろう。 という意味で、3年生はすごく部活を頑張る。はい、人が多いです。そう、もう最後のチャンスだからですね。うんえー、だけど、部活もするけど、やっぱり塾にも行きます。はい、夜そうまあ、6時とかからね。9時ぐらいまで勉強とか。それを毎日する。うん、大変ですね。頑張りますよね。 だから春休み忙しいですよ中学生朝は例えば朝9時から、えー、昼九時から昼の3時ぐらいまで部活そう毎日授業はないですからね春休みだからで部活やってで帰ってきて、えー、例えば6時とか5時ぐらいからまた塾で勉強するうん塾で3時間とか。 毎日毎日勉強してで家に帰ってきて寝てお風呂入ってで、ねね、寝てでまた朝起きてまた部活に行ってとそれを繰り返すんですね。そしてですね中学生といえば中学校を卒業したばかりの人もいますよね。3年生は終わった 次は高校生になる、うんえー、その高校生になるという時は15歳ぐらいですね。えー、ともう部活はないです。はい部活はないけどその人たちはつい最近大きなテストがありました終わったばかりです。はい。えー、中学生は今度高校に入る。はい、その時に 大きな大きな試験があります。はい。それは、えー、自分が入りたい学校のテストを受けなければいけません。うん。えっと、そうですね。あのこの試験いろいろあるんですけど、みんながよくやるものでうーんあるのはその入りたい学校の試験。例えば、そうですね。自分の 家のの近くの高校に行きたいだったらそこの学校の試験を受けなければいけないし自分の家から遠い学校電車に乗って行かなければいけない場合だったらそれも同じそこの学校の試験を受けるんですけど大体いいその試験が1月ぐらいから始まるんですねそうで3月ぐらいままで続きます早い学校は1月から試験があるんですけど遅いと 3月に試験があって、えー、3月中に決まるどこの高校か決まるという風にはいそういうスタイルですでそういうなんですかそれの名前が受験と言います受験受験するテストを受けて合格したら入れる合格しなかったら入れないですはいそうですそして試験は大体もう1回しかチャンスがありません うん、そうだから大変ですよね。うん、えっ、ー、とこれはもうあのみんなやらなければいけません。中学校に入るのは試験はないんですね。そう誰でも行けます。自分の近くの家の中学校に入るのは簡単です。もういき入れます。テストない。はい。家が近いから。家が近いからここに行きますだけです。それだけ。 だけど高校は日本はあの実は高校からは自分で行くか行かないかを決めていいんですね。もう中学校までは絶対に勉強しなければいけないという国のルールで決まっています。だけど高校生になりますかなりませんかはあの国では決まってません。はいだけども,もう皆さん行きます。普通ははみんな行きます高校行ききまますす高校い だからあのもう全員ですねみんなですね中学生だと中学3年生の1月からその高校に入るための試験を受けますはいですので中学生はまあとても大きなプレッシャーですね <laughs> 緊張 <laughs> 合格できるかなってはいですので うーんまあだから勉勉勉強強強すすするんででよね勉強勉強です、はい、だからその3月というのはもう学校のクラスの3年生のクラスのみんなの試験の結果が出てます。はい、特に卒業するのが中学生って大体3月15日とか。 そのぐらいなんですね3月の真ん中ぐらいでだいたい中学生は卒業しますうん。その時にはもうだいたいクラスのみんなもうどこの高校に行くというのはだいたいもう決まってますはいそうだからこれは卒業するときに自分が合格して行きたい学校を合格しただったらハッピーですね う嬉しいな中学校卒業したらあの高校に行ける俺が行きたかった高校だやった高校生だやったですがもしねえダメだった人、はあ、俺はあの高校落ちた本当は行きたくない高校に行かなければいけないはいそういう人もいますいますもちろんそう。だからあのー 心の中はちょっと複雑ですね。うん、私でも覚えてます。やっぱり高校2年あ、中学2年生とか3年生ってごめんなさい。中学3年生の時の2月と3月の教室の中の空気はやっぱりちょっとね。難しい空気ですよ。うん、あんまり良くないですね。なんでしょう？あの 自分が合格してても「俺合格した!」とか「私何々高校合格したやった!」と大きい声で喜ぶのもあんまりしない方がいいという空気。はい、だってクラスには高校合格し行きたかった高校合格しなかった人もいますから、うん、やっぱりそういう人の気持ちを考えると、ね、え自分ばっかり「いや嬉しい嬉しいやったやった」 というのはあんまり良くないですよね。だからね、ちょっとね、そういううん時です。なので中学生って結構なんでしょう大変だなって思います。はい。ここの写真で今見せてるようにあのねテスト受けて合格したと私の番号がここにありますと。やったー！ーここの学校に入れるという人もいるけど。 合格しない人ももちろんいますからね。そう、あのですから、中学生はちょっと心の中は複雑だと思います。はい、この初めての。こういう厳しい試験をするのが中学生の時なんですね。うんだから初めての大きな失敗をする時です。はい、大きな失敗するとか。 または、ね、成功するよかった行きたいとこ合格という人もいるしいろいろですけどうんだからですので皆さんが日本で中学生を見た時に「楽しそうでいいな」と「部活やってるんでしょ毎日毎日サッカーとかテニスとかやってるんでしょいいな仕事もしないで」とも思えますが。 彼らは彼らでちょっと悩みがあると思います。はい。そうね、あとね。好きな人にね。あのなかなか好きと言えないしね。中学生はね。とっても恥ずかしいと感じる人が多いですしね。そう。そうだから、そんな風にあのー、3年生で卒業中学校卒業した人。3年生はちょっと3月は複雑な気持ちかもしれないです。 これから4月に「やった楽しみだ!」という人もいれば、はあ「俺あの高校行きたくないよ」という人もいるしうもう一回中学校やり直した1年生からもう一回勉強をちゃんとやった方が良かったとかそういう人もいると思うし、はあ、心の中は複雑です、はあね、まあいろいろねでもこれは国 皆さんの国でもそういうことあるかもしれないですね。はい。ちなみにえっ、ー、と小学校も自分の家の近くの小学校じゃなくて、特別な小学校に入る小学あの子供もいます。そういう子供はやっぱりテストを受けて入ります。はい。ですので、そういう子供はもう。 うん、もっと小さい時から勉強してるしあと中学校もそうですね中学校も自分の家の近くの中学校にあのテ,ストなテストを受けないでただ入ります家近いからじゃなくてもっと遠いけどすごくいい学校に入る人もいますよその人はもちろんテストを受けて入るからもう小さい時からいっぱい勉強勉強勉強ですねしてますはい。 そうだからそういうふうにいろいろあります子供もやっぱりいろいろストレスがあると思います親もねそうですけどねはいえっ、ー、とこのようにですね中特に私は思うのは中学校って本当にいろいろ大変な気がします環境が大きく変わるから小学校とは全然違うのではいですのであの特に大きく えー、そういう環境が変わることで言葉の使い方も変わるという説明をしました敬語を使うんです中学生はという話をしたので、えー、これ良かったらポッドキャストありますのでぜひ見てみてください日本人の敬語の生活は中学生から始まるんですという話ですはい、ぜひこれなかなか興味深いと思いますはい そしたら、えー、次高校生になるんですが、高校生もいろいろあります。で、今日もちょっと話が長くなるので、これは次のビデオにしようと思います。はい、高校生と大学生もいろいろあります。3月いろいろあります。そして会社員です。会社員もああ、3月はい。まだ全然違います。学生とは全然違うことがあります。はい、ちょっと暗いですね。背中が暗いですね。お父さん大丈夫ですか？はい。 えですのでこれまた次のポッドキャストでお話します。はいえー、皆さんの国と比べて何が違うか是非教えてください,、はい。皆さんは私にとって先生です。はいお願いします。じゃあ私オンラインでもあの皆さんと一緒に日本語勉強してます。勉強してますというか皆さんに教えてます。はい、よかったら一緒に勉強しましょう。JLPT のビデオ レッスンもあるし、えー、読解のビデオそして語彙とかいろいろありますはい読解は特にあの N1 の読解と N2 の読解のビデオレッスンがあります皆さんの時間があるときいつでも何回でも繰り返して見ることができますのでぜひ使ってくださいこれを見て合格した JLPT 合格しましたという人がたくさんいますよぜひ使ってください そしてズームの授業もしてます。ズームは私と皆さんと顔を見て話しながら授業します。はい、三つあります。ズーム授業、うん、ビジネス日本語と会話の練習とプライベートレッスンをしてます。はい、プライベートレッスンはあなた一人と私一人で話します。はいえ、ビジネス日本語は電話。 ビジネス電話のかけ方そして、えー、面接練習をしてます今会社に入る時の面接練習しますはい。あとはビジネスメールの書き方とかも練習しますはい、えー。特にビジネス電話は難しいので、えー、私 YouTube でも作りましたこの2つのビデオが今アップロードされてますので YouTube でも見られますよかったら見てみてくださいそして会話の練習も はい、あります。コースあります。え、これです。ますを使わないで話す。話し方、友達と話す時こう、恋人と話す時、家族と話す時の話し方を練習します。はい、そしてです。ます。使う丁寧な話し方も練習しますよ。はい。 そしてプライベートレッスンは、えー、皆さんの好きなこと何でも私が教えますはい時間も皆さんのこの時間がいいですというのを聞きますので、えー、リクエストしてくださいよろしくお願いしますああとレベルも N5 ですとか N5 レベルから N1 レベルまでどんな人でも教えますのでどうぞ来てください楽しいと思いますはい <laughs> えー、オンラインレッスン、えー、全部私のオンラインレッスンで見られます細かいことね詳しいこと全部リンクあのそのホームページのリンクを下に書いておきますのでそこから見てくださいあと私は TwitterX をやっていますこのリンクも下に書いておきますコメントのところとか見てくださいよろしくお願いします じゃあ皆さんえー、また続きをあのー、次のポッドキャストでお話し,しますはい三月いろいろあります日本人はい本当に人によってうーんと学生のどこの学生か小学生なのか中学生なのか高校生なのかそれも3年生なのか2年生なのか全然違います。 はい、えー、ですので、えー、またお話しますのでちょっと楽しみにしてもらえると嬉しいですはいじゃあよろしくお願いします今日もありがとうございました